はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、オンラインを始めまして、1週間が経ちました。もう1週間だね。かなりハマってやってるので、時間が経つのがものすごい早いです。1週間でレベルが94まで上がりました。第2章が、もう少しで終わるぐらいかな。うん、ずっとバトマスを使っていってます。一時期ね、戦士も使ったんだけども、2時間ぐらいでちょっと諦めましたね。まずはバトマスを、最大まで上げてみようと思います。はい。で、さっきね、レベル99まで解放するクエスト行ったんだけども、なんていう名前だったかな？これだ。正義の心を宿りし時に行ったんですけども、ボコボコにやられた。ダメだ。全く勝てる気がしなかったんですよね。おそらく装備なんだよね。まだバトマス系とかをつけてるのよ。もう完全にね、これはドラクエを舐めてるよね。やっぱり装備は変えていかないと全然無理。うん。なんか一気に難しくなるみたいな話を聞いたので、多分今がその時なんでしょう。装備品を、新調していかないとダメだと思います。はい。まあ、今日はちょっとね、装備ではなくって、あそこに行きたいと思います。これ、強戦士の書。うん。最初ね、プスゴンとかにやられてたので、ちょっと、プスゴンたちを倒しに行きたいと思います。さすがにもう勝てるでしょう。ちょっとまずはキャットリベリオから行きましょうか。ちょっと待って、キャットマンマーがいるな。こいつ動かんね。いいか。まずは横のやつから倒していったがいいだろうね。うん。見やるじゃん。ああ、倒した。早っ。生き返ったよ。ちょっと待って。え？あいつがなんかしてる？オッケーオッケー。まあまあいいや。とりあえず、キャットリベリオをガシガシ攻撃しましょう。で、相撲とかをね、やろうかなってちょっとね、最初意気込んでたんだけども、別にね、そこまで、まずは気にしなくていいらしいんですよね。うん、そう教えてもらって。なので、一応、もうバトマスして、壁にはならないんだけどね。でも、一応僧侶たち、うん、そいつらの目の前に、立って、一応ボスをそっちに行かせないような動きは、してますね。こんな感じでいいのかな。お、勝てたじゃん。弱い弱い弱い。楽勝。うん、これプスボンもいけるんじゃない？プスボンが確か一番強いんですよね。よし、オッケー。できるだけ壁になって、あっちに行かせないようにする。ね。オッケー、いいよいいよ。いいね。みんなでこう、押し合うって気持ちいいね。ちょっと待って、俺が壁に慣れてない。待て。いや、待って、そんな攻撃力ある死ぬほどダメージ食らったんだけど。あー、やばい。ちょっと俺もだいぶダメージ食らうよ、これ。やばい。デバフが結構きついかもしんない。オッケー。ちょっと回復を頼むよ。なんかする。おい。マジで全然強いんだけどさ。やばい。ちょっと待って。プスゴン強すぎる。でもまあまあ、もう黄色だからね。勝てるには勝てるでしょう。とにかくもう仲間が強いのよ。お金を払って結構強い人を雇ってるので、まあ、それでなんとか勝てていってる感じでしょうね。うん、俺自体はものすごいまだ弱いので。おお、強い。あー、ダメだ。ダメだ。よし。あ、俺は別に何もしなかったけど勝った。勝てるね。勝てるもんだね。もうちょっと強いやつ行ってみようか。ヘルバトラーいける？あー、風切りやられた。まあいいか。もったいなかったな。まずは、
周りの雑魚からでしょ。やばい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 。オッケーオッケーオッケー。そんな壁にもならないんだけども、なんか俺が、ま、ちょっと待って、すっごい敵が多い。めちゃくちゃ出るじゃん。やばいやばい。よし、オッケー。とりあえずザコからね、まずはね、まずはザコから。ちょっとちょっとちょっと、やばっ、いけ、強っ。であのスキルでね、必殺技を覚えたんですけども、全身全霊切り、使い方がわからない。ほんと出ないですよね。いや出るのか、下の方にあるのかな。おー、びっくりした。まずはお前を倒さないとダメだ。いや倒したじゃん。うわ、5600、すごいね。いや俺も必殺技みたいなの打ちたいんだ。動けない。いやでも勝てそうね、なんとか。動けないよ。あ、動けた。どうするんだろうな、やり方が分かんない。おわっ、ねテンションブーストして、そっから必殺技をするの。いや違うな。あ、あったあったあった、ここにあるんかい、ここかい。おっしゃ、おーいい、お、俺でもそんなダメージ与えれるのかい。いいね、俺でも火力になる。やった、やり方分かった。なるほどね、はい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 、そんなところにあるのか。必殺技のところをずっと見てた。オッケー、分かった。でヘルバトラーもこれで勝てるわ。強いな。よしかった、いけるもんだね。はい、ということで戻ってきました。勝てるもんだね、いけるいける。やっぱりこれぐらいレベルがあればいけますよね。で96の装備はちょっと集めたんですよ。オートクレールと、あとトライバル経過、あとトライバルの手と頭と体を入手すれば96からこれをつけることができますね。多分これ装備するとある程度強くなれるんじゃない、この全身をそれにするとね。うん、この胸腰札はなかなか、見つけきれてないのでできないんだけども、まあまあこれつければだいぶマシにはなるんではないでしょうか。うん、あとねこれも難しかったな。レベルアップの、レベル上限アップか、のクエストも難しかったけども、あと、これこれこれ、マスターからの最終試練、これも勝てなかった。おぉ、5体いっぺんに出てきて、もうどうしようもないんだよね。やっぱり自分がちょっと強くならないと、難しいんでしょうね。うん、まあ、とりあえず、レベル96まで上げて、で、装備を変えてから、挑戦しようと思います。うん、今のまんまじゃちょっと厳しいですね、全然勝てない。はい、では今度ちょっと生放送やろうと思いますので、あの告知はします。うん、今日しますよっていう風に告知はするので、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。